レコードボックスの小技シリーズ始めます。今回はハサミ。はい、ということでですね、今回は皆さんがあんまり使ってる人がいないんじゃないかなっていうレコードボックスの小技です。まずこういう、まあいいですよね、トラックがあります。はい、これをですねサンプリングすると。じゃあどうやってするんだいっていう話なんですけれども、例えばここで今一拍でループしました。ここのマーク、ハサミマークがあります。ハサミマークを押すとですね、こう今のループしてる範囲をパツッと切り取ることができるんですね。そしてこれをピューッとこうやって持っていくと、そのまま即座にサンプリングができてしまうと。つまりこれで切り刻んでしまえばですね、ここのスネア、ここからこんな感じですか。はい、タタ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 、この音をまたハサミマークでピューッと切り取ると、こんな風にスネアの音として使えます。どん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 こんな感じでですね、音をここキックがありました。ドン、ここの部分も例えばもう8分の1とかで切り刻みたいんですけど、今ループでこうした時に反映してこんな風になりましたね。これずれてますね。でもグリッドの中でですね8分の1にするとどうしてもこうなってしまうので、そういう時はこのクオンタイズを外します。クオンタイズを外せばこっからちゃんとループすることができます。はい、自分の欲しい場所でしっかりとこうやってカーソルを合わせてポンと、この音。そしたらまたハサミマークでポンと、エディットを押して原因を上げてます。はい、ではこんな感じで、これでもうキックとスネアを取ることができました。で再びループを解除して、ここの音、エディットでまた原因を上げちゃいましょう。でここのところでですね、いろいろとループにするとかワンショットにするとか、ここの切り替えできます。これはサンプラーのことが分かれば、別にレコードボックス特有のことではないので、ゲート再生だったりループ再生っていうこともここで選べます。ここのレコードボックスのコントローラーで例えばサンプラーにして、 Yeah 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 みたいな感じで遊ぶことができます。ということで、簡単にはなりましたが、レコードボックスでサンプリングするめちゃくちゃ簡単な方法ということで、今回の動画は以上になります。もしよかったらまたよろしくお願いします。